どうも、大の字です。うーったー大の中学校、うーったい。青田です。おうちです。大の字です。はい、今日のゲスト、はい、パンパンパンのお二人でございます。ちょっと殺しますよ、ちょうだい殺しますよ。いましたね、皆さん。殺しますよ。殺すなよ。今日はありがとうございます。ありがとうございます。どうなの、もうプラスマイナスがあんな中やられてんの。いや、もう、あの、プラスマイナスは、西のフリーザって言ってて。フリーザ2体。そうです。ほんと東のフリーザ。東のフリーザ。そうです。便利だね。はい。鹿児島出身なのに。惑星が東。鹿児島じゃない。惑星が惑星。ややこしい。鹿児島じゃない。惑星出身に行ったら。惑星鹿児島って言ってますから。そうなんだ。わぁ、すごいよね。すごい。いやいやいや、そんなそんな、とんでもない、とんでもない。なんでだって、ヌーマスに呼ばれるようになったから。いやいやいや、そこです。いやいやいや、ありがたいですよ。今まではヌマスなかったの。ヌマスは、まあ、あんまめちゃくちゃ呼ばれてはなかったよね。そうですね。そうですね。ありがたいですけど、その前にもっと大きなのもあるんで。この話なんじゃないかな。いろんなイベントとかで。沼津に呼ばれるってもうそれ会社が認めた。もう芸人としての。ありがとうございます。一流芸人だよ。沼津の話今日終わるんですか。ありがたいですよ。ありがとうございます。だってほら、ネタはもうやらないとか昔言ってたからさ。そうですね。漫才をちょっとなんか一時期やめたというか、力を入れてなくなった時期があったんで。鮫島君だけ一人でやってたんです。僕がピンでネタをしてた。でまたもう一回やろうってなったんだ。一応そうですね。そしたら会社が、あれこいつらやる気あるな。ちょっとスイッチ入ったな。YouTube の登録者も結構多いし、こいつらいいんじゃないか。ああ、いや、よかったよかった。いや、俺ね、あれ嬉しかったのよ。ヌマスにバンバンバンって書いてるから。なんか嬉しかったんだよね。そんな喜んでくれるなんて。ありがたい。いや、俺気持ち悪いんだけど、一応全劇場出番ちゃんと出てる。何をしてるんですか。何してるんですか。やることないでしょ。誰がどこに出てるかとかね。わかるって、なんかすげえ。村上庄司さん毎週出てんな。いや、それはしょうがないけど。誰が出てる。いや、まあまあまあ、でもありがたいことで、はい。漫才師としても頑張りたいところですけども。まあ、だってでもアニソンDJ ね、はいはいはい、はい、アニソンディスコ、はい、中野サンプラザ、はいはい、この度は頑張ります、頑張ります、ついにアニクラで、まあ、ともかく中野サンプラザでやることはまずないよね、うん、ないないですね、うん、しかもあの規模、あのデカさで、そうです、2000人ですって。2000人、どうしたら入るんですかね。いやいや、それはもう宗教やな。今からでも大変ですから。今から手当てあげるんですか。教祖感はある。まだ。神っぽさはなんかありますけども。ただ、フリーザでもう1000人の部下しかいないですから。1000人しかいないです。無理ですから。中野を別に中心でやってたわけじゃないでしょ。僕はちょっと中野が好きだ、中野が好きってことをいろいろあちこち公言したんで。中野のお祭りとかにも出てたんですね。そうですね。中野の盆踊り大会とかも出させてもらって。今ちょうど中野サンクプラザが、要するに、まあ、建て替えとか終わる。そうですね。もうなくなっちゃうんですよ、7月で。はいはいはい。今それで、さよなら中野サンプラザ音楽祭っていうイベントを、その5月からずっとやってまして、そのうちの一枠を我々っていうことで。まあだから DJ のイベントとして、やるのは多分このアニソンディスコだけじゃないですね。そうですね。だよね。はい。とんでもないじゃん。すごいと思うよ。すごいことですね。もう全席ホールなんで着席なので。はいはいはい。そこでも DJ とも本当に珍しいですし。はいはいはい。いやー、これはすごい。アニソンディスコ俺が名前つけたんだよ。そう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 。だから、売り上げの、何割かは言うなやらしい。それを言うなって。びっくりした、今。そんなんで考えちゃうじゃないですか、なんか。伸び伸びやってんのよ。伸び伸びやらしてくださいよ。大谷だよ。そうですよ。大谷ちゃんの元から入る。伸び伸びしてんのよ。あのね、生産と、一応これだけ見させて、ちょっと。いやですよ。まあまあ、そうですよ。まあでも本当に大人かけて今始められたイベントではあるんですから、本当にありがたいと思って。すごいよ。これ本当にすごい。ありがとうございます。本当に嬉しい、嬉しいです。中野サンプラザだよ。そうだよ。凄まじいよ。凄まじいっすね。青空のラブソング。飲んでしょ、みんなで。やります、やります。やるそうです。これが見たいよね。あの曲、あの曲大好き。ああ、やっぱいい曲ですね、やっぱね。やっぱあれ、小沢健二だもんね。ああ、そうですね、ノリがね。いや、あの、強い気持ち強いやけど、サンプリングしてるぐらいでね、あれ。あと、その後の愛のシュプリームとか、ますます小沢健二だと、スタダラッパーとか。歌詞があったんだけど、スタダラのゲットだ。そう、それの、パッ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 パ
もともとがあれが、教会音楽かなんかのサンプリングなのよ。うんうんうん、だからその元ネタまでちゃんと出てて、しかもあれがさ、要は当時の京アニの事件の後だから、なんかその救いと祈りと、それでも人は表現をしていくんだっていう。いいタイミングでした、本当に。あれは泣いたね。なんかね。あの二つの曲は90年代好きな曲は、グッとくる。あれは刺さりましたね。やっぱちょっと今世界中でシティポップも人気ある。はいはいはい、はい。まあ、だから例えば新しい学校のリーダーズとかさ、オーナーブルーとか、ちょっと和田アキ子っぽい。そうですね。ね、うん、和田できんの、和田アキ子和田アキ子さんの歌真似できるんですよ。あ、そう、そう。カラオケとかでよくなんか、僕歌やります。やってます。マジで、オーナーブルーとか歌えるんじゃない？なんかいけそうな気がしてきました。そう人が言ったら、この格好で和田アキ子をしていく。そういう、人にね、言われたらね、言われたらやるっていうのも大事ですからね。もうすぐやります、ね。すぐやるっていうのがね。ビーダーショーとかやってるよ。フリーザーのフリーザーのディナーショー。フリーザーギラギラのジャケットこの上に来て。そうそう、いやもうディナーショーとか。確かに。コアなファン、10人はいるでしょ。だからもう完全に。ああ、受けそう、受けそう。山ちゃんがこういう面白いことやりますって言ったら、いる10人はいるでしょ。そうですね。やっちゃえば。確かに。しかも高い値段で1万円とかね。2万ぐらいでさ。チケット代も戦闘力って書いて。戦闘力2万円じゃないの？戦闘力じゃないの？確保して日本円にすると1万円。みたいな感じで。いや、ディナーショーとか、なんかやってみればいいんじゃないの？高い値段で。歌も、まあ、バンドで歌ってたんですから。ボーカリストだったの？ドラゴンボール芸人集めて、楽器できるドラゴンボール芸人集めて、悪くないですか？いろいろやってるな。マジンブーとかギターやって、セルがドラムで。セルドラムで？で、ブロリーがベースやってて、はい、ボーカルやってるんですよ。それがボーカル。めちゃくちゃ盛り上がりそうじゃん。まあでも、バンドアップ機材とかがあるから、なかなか続かないんじゃない？まあでもなんかこうもうある場所に行ってとドラムがある場所とかに、うんうん、でもライブハウスでやるそうですでも、まあ、ライブハウスでやっぱ儲けもそんなでもないから、うんうん、いや俺としてはやっぱ それでボーイズグループみたいなビーファーストのドラゴンボール悪役版みたいなそれで途中の練習風景とかもちょっとね青春、はいはいはい、ちょっとできないなとか、 なんかスタジオであのストレッチしてるフリーザーが見たいじゃん練習前とかで足ほぐしてた再生数伸びないバック伸びないやば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 い危ない危ない危ない伸びないですよ伸びないですよ伸びないですよお笑いの見ないですフリーザーがゲームやってた実況配信が一番いいそうだそうだ危ない危ない見たい見たいと思ってたけど危ない危ないダメだダメだニース合ってないぞちょっとじゃあその中野サンプラザ出演者ちょっと見ていきましょうか、はい、あはい。まずあの朝香さんっていう方、ねはい、これも今本当高校生でデビューされたアニソンシンガーさんで、うん、本当今後これから先のアニソン界を背負って立つ人と思ってます、まあ、だからこの時点で出てここで見れるのなんてないよって言いたい、アジアに咲く花って書いて朝香って呼んでる。ああ、いい名前だね。自分でもそうやって自己紹介でアジアに咲く花、朝香です。すごい。で、この方ちょっとやっぱアニソンシンガーって今ちょっと追いやられてるところがあるんですよ。なるほど。ね、そうだね。その J-POP バンドとかそういうアーティストの方が理想やってる。ググってきてるんですけども、やっぱアニソンシンガーとしてもっとアニソンシンガーの地位を上げたいとか、もっと知名度を上げていきたい。あ、そう、役割を引き受けるとね。水着グラビアやってます。へぇ そこもちょっと僕はすごいなと思いますね。へぇー。かっこいいね。いや、ね、いいです、本当に。うん、やがては、小籔さんが出てた新喜劇のためにみたいな感じのなんか、いう叩かれることは分かったはずなんですけども、それでもやっぱアニソンシンガーっていう職業をもっともっと世に出したいっていうので、うんね、そういうのを自分で背負ってやってくれてる。ああ、すごい。すごいいい人ですね。朝香さん。うんで、ハッピーアラウンド、これ D4DJ っていうのアニメがありまして、はい、DJ のアニメなんですよ。で、そのアニメの聖地が中野サンプラザなんですよ。あ、じゃあぴったりだね。そうです、ちょうど。サンプラザは本当学校に模してやってて、で、本人たちもそのサンプラザ出たことがなかったみたいで今まで、うん、で、オファーさせてもらったら本当喜んで出てくれて。本当にありがたいですね。すごいな。実際に DJ もやられる声優さんたちなので、うん、今本当、うん、自分たちでもその DJ のイベントをやったりとか、うんうん、なるほど、してますね。もちろん自分の曲もやったり、非常にオタクじゃないとも喜べるんじゃないかなって感じがしますね。そして、ザ・リーザ・レイポンさんですね。はい。はい。大好き大好き。今回中野っていうのがまず一個あったので、うん、で中野で活躍してる人っていうので、やっぱリーザ・レイポンさん。リーザ・レイポンさん、中野。取り付かせ。取り付かせだよね。取り付かせで話しかけたんだよね、確か。あ、そうそう、この二人はそうですね。そうそうそう。
あの、別に中で友達組んじゃなくて、はいはい、本当に居酒屋でたまたま話しかけた外人さんとユニットを組んじゃったっていう。そう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 。そうそうそう。僕たちもともとそのヘルメットのアイキッズさんと、昔から知り合いなんですよ。はい、そうなんですよ、うんうん。あ、そうなんだ。お祭りも一緒にですね。そうですよ、はい。売れる前から知ってて。そのヘルメット被る前から知ってて。あ、そうなの、たまたま。ええ。たまたま本当に。群馬だよね。群馬の方ですね、もともとは。で、都立火星住んでて、なんか本当にずっとクリエイター気質の方で、コツコツアニメとか作ってて、うん、でこの方が作ったアニメに声優で出てるんです。そうですそうです。うん、あ、そうそういうのもあったんですか。今から7、8年ぐらい前だよね。はい、当時からその曲とかいっぱい作って、ももクロにも曲を提供とかしてて、うんうん、40超えてこれになって、うん、で本人も40超えてから売れることがあるんですねって言ってた。へえ、いいね、うん。大好き。超好きっすね。もう今80年代ですね。そう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 。あれね。で今本当コロナも落ち着いて肥やしも解禁になったので、もう今一番盛り上がるんじゃないですかね。ああ、ね。アニメオタクにはやっぱりまだ届いてないですけども、アニソンもやってるんですけど、届いてなくて、でも僕は一番今回ドッカン盛り上がるそうだと思ってます。みんな衝撃を受けるんじゃないかなと。まあね。オタクの人に見てほしいですね。絶対好きだと思うんですけどね。ね。そして最後は、リアル秋葉ボーイさんですね。はい、この方じゃ本当、ニコニコ動画から出てきた、本当、踊り手さんのユニットで、ね、今もう一番世界で活躍できてるアニメオタクとダンスのチームですね。本当にもう2007、8年当時は、アニソンで踊ってんじゃねえとか、そういう戦いたらしいんですけども、それを貫き通して、そういう話ばっかだ。いや、でも叩いたりとどっか行くんだよ。叩いたりとどっかで謝るよね。あの時はすいませんでした。いやいや、ほんと今手のひら返して、多分ライブに出たのかな。そういうと思うよ。大谷翔平に投入反対してそう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 。いつの間にか言ってませんよみたいな。知らなかったありましたみたいなさ。あるよな。しれっとしれっと。いろんなこの苦労を乗り越えて、武道館に行くって今目指してる。言ってんだ、はい。そうなんだ。で、中野サンプラザは確か2017、18年とかにワンマンをやってるんですよね。その時も僕見させてもらってて、うん、あ、なんかすごいことやってんなって、そのクラウドファンディングで1000万集めて、サンプラザでワンマンやったんですよ。パンパンでしたね、面白いね、やりたいことやってるよね、やってるワンマンやってるわ、ね、ABEX の ね、はいはい、チームだよね、サンプラザにやっぱ出てほしいなと思って、うん、何度か僕ら呼ばれたことあるんですけど、呼ぶのは今回初めてで、ようやくこうやって恩返しというかできるかなっていう気持ちですね。なるほど、で、あと会場時間に、会場時間が1時間あるんですけど、でその間にその中野とかその総武線沿線で活躍してるアニソン DJ さんを数組呼んで、うん、渾身の10分をお願いできませんかって言ったらお願いします。はい、これ今ネット上にはまだ反映されてませんけども、うん、そういう方もいて、あとオープニングアクトで中野の小中学校に通ってるダンスチームに出てもらって、お忙しいね、はいはい、いいじゃんいいじゃん、やろうと思ってます、はい、そう決まっております。ちょっとこうバラエティー、いやすごいね、中野に特化したイベントにしたいという気持ちで、山ちゃん的にはどうなの、このキャスティング一切関わってないでしょ。まだかガフガフ声も出てますよ、ガフガフ全然もうガフって仕方ないよな、いいよな、油断しすぎじゃないよ。もう俺には振られないだろうな、誰よりはお前違うな。いや、まあ、大丈夫だよ。俺がそばにいるから。もう一緒一緒。一緒。急に来るなよ、急に来るなよ。急に来るなよ。考えたら分かるだろ。そんな人いませんよ、急に来るなっていう芸人さん。いませんよ。で、お値段が、6500円で、プレミアムシートが1万500円となっております。いいね、はい。プレミアムシートっていいね。こういうの作っていかないとね。いやー、嬉しいですね。前の方なんでね、プレミアムシートは。そうですね。でね、なんかそういうチケットがあると。あと演出的に、僕がプロレスのリングアナみたいな感じで、前工場して、うん、皆さん客席から出てきてもらおうかなと思って。プロレス好きだもんね。プロレス好きですね。友情ですって言いながら。そうそうそう。リアル秋葉ボーイズって言ったらこう出てきて、ドアバンって開いて。その、出囃子はそれぞれも。あ、プロレスの、いや、プロレスの出囃子にしようと思って。ああ、なるほど。配信がないので、その辺は自由なので。なるほど、なるほど、ね。あと、ヤジマリっていうのがなんかプシュってあるじゃないですか。うん。あれをみんなでこう、シューってスプレーで出てきてもらおうと思って。人がもう特攻使わない。特攻使わない。面白いなぁ。いやー、面白い。っていう感じで出てきてもらおう。いいよなぁ。
いや、面白そうですね、これはね。行きたいな、ちょっと勉強したら、やっぱ。最後は我々が DJ で締めるんですけども、うん、でもほとんどみんなにさん出てきてもらって、もうハッピーなお祭り騒ぎで終わりたいなっていう感じですね。はい。いやー、これで歴史の商人にね、皆さんなれる。そうですね。中野サンプラザ最後のアニソンイベントが我々なので。ね。はいはいはい。すごいね。ちょっといい締めくくりをしたいなと思ってます。本当何割かでいいからね。まだ言ってる。ケツの穴どんだけちいちゃうんすか。いや、ケツの穴は俺、エネマグラ入るぐらいだから、結構広いよ。そうだよね。結構広めなんだ。もう終わり終わり終わり、もう終わり終わり。アニソンディスク絡めない方がいい。エネマグラ、チャンネル登録、試食れー。